9月9日の救急の日を前に、救急搬送を行う民間事業者などを対象にした研修会が開かれました。神戸市中央区のメリケンパークで開かれた研修会は、民間救急サービスの向上などを目的に、神戸市消防局が初めて開いたもので、市内の10の事業者が参加しました。神戸市消防局によりますと、去年の救急出動件数は97,231件と過去最高で、今年はその件数を上回る勢いで増加していることから、消防局は救急車の適正な利用と民間救急サービスの活用を呼びかけています。研修会では、事業者の車に必要な搬送器具が設置されているか確認されたほか、利用者の体調が急変した際の処置方法などがレクチャーされました。実際の救急活動においても、必ずしも全てが救急車じゃなかったらダメというような出動ばかりではございませんので、搬送手段がなくて困った場合は、患者等搬送事業者の積極的なご活用をよろしくお願いいたします。神戸市消防局は、緊急性のない場合には、#7119 救急安心センター神戸の電話窓口や、神戸市の病院送迎紹介センター送る電の利用を呼びかけています。